になっていたんですね。です。アフタヌーン担当のキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は武藤あやみキャスターです。こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーン担当します武藤あやみです。ここからは今日から今夜のお天気、そして明日のお天気もしっかりと見ていきましょう。明日は広く折りたたみ傘が活躍しそうです。よろしくお願いします。なんか久々に会った気がしますが、そうですね、夕方の女性になっていたんですね。はい、でも私からしたら、はい、なおさんはあ、お昼の女性になったんだっていう、今日たまたまですけどね。たまたまです。そうなんですよ。久々にお会いしましたが、先日お誕生日だったんですよね。かなり前、ありがとうございます。かなり前か、ごめんなさい。いやでも久々にお会いしたので、ありがとうございます。夏の終わりに、そうなんですよ、夏休み最終日に。そうなんです。おいくつになられたんですか？24歳です。24歳。はい。キラキラな24歳ですね。抱負とかって番組で言ったりしました？言ってないですね。言ってないんだ。一回も触れずにここまで来ました。あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっと触れない方がいいかな。あ、いやいやいや、大丈夫ですか？あの、何かあります？忙しく、目標とか。目標ですか？なんか緊張する感じに。なんでわんしょ。緊張するな。いや、打ち合わせなしで急に振ったのでね、無茶ぶりですから。もう頑張りますしか言えないですね。頑張ります。まあそうですよね。ちょっと心豊かに、穏やかに行きたいと思います。一番大事ですね。もうね、穏やかな平和な日常が一番ですよ、ね。はい、そうですね。平和に行きたい24歳です。何かぜひ悩みがあったら、まあ4つしか変わりませんけれども、お願いします。先輩。なんかすいません、ちょっと無茶ぶりでね、びっくりしちゃいました。クロストーク荒らしてしまいましたけれども。止まっちゃいましたね。そうですね。無茶ぶりにも答えられるように頑張ります。あ、そこ、それが目標で、目標に、それを目標にします。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、24歳になったということですけれども、今何の話しようかな。リポート行っちゃいましょう。リポート行きましょう。はい、はい、お願いします。もう、ね、9月入って9日目ということで、秋らしいリポートも多く届くようになってきました。こちら新潟県南魚沼市より、はい、羊雲実った稲といただきました。空も秋らしいですし、そうですね、南魚沼のお米です、うん、有名なお米、有名ですよね。ね、よく見ますよね。はい、新米が楽しみですが、かなりいい感じですね。いい感じ育ってますか？ですよね。稲ソムリエさんですか？そんな詳しくないですけども、いい感じ育ってそうに見えますね。いい感じ育ってますよね。新米の季節が楽しみです。秋らしいリポート届いているんですが、はい、今日は特に関東気温が上がっていて、かなり来る時も暑かったんじゃないですか？そうですね、はい、もう汗だくで出勤してきました。そうですよね、はい、この後もまだ厳しい暑さ続きそうですので、皆さんも体調崩さないよう気をつけください。